アルピーヌの A110 が改良を受け、2022年モデルにグレードを刷新し、車載システムも強化されています。ラインナップ整理。アルピーヌが誇るスポーツクーペ、A110 の2022年モデルが、欧州で発表された。ラインナップの刷新と、新システムの導入が行われている。引き続き3つのモデルが用意されているが、従来の A110 ピュアは、 1> a 1 1 2 A110 レジェンドは A110GT に名称変更された。最上位の A110S はこれまでと変わらない。価格は A110 が49,905ポンド、約770万円。GT が59,355ポンド、約910万円。S が59,955ポンド。 約920万円からとなっている専用のエンジンとシャシー構成を明確な差別化要因とし、それぞれが独自の個性と領域を持つという各モデルの個性を強調。エントリーモデルの A110 は引き続き軽量と俊敏性を優先している。車重 1102kg、前後重量配分を44。 56とすることで、あらゆる状況下での効率性とコミュニケーション能力を実現し、純粋なドライビングプレジャーを約束している。最高出力 251PS、最大トルク 32kg、M の1.8リットルターボ4気筒エンジンと7速 AT を装備し、時速 0100km 加速は4.5秒と、謳われている A110GT では、 出力を 300PS に高め、長距離走行での洗練性を重視している。車重は 1119kg と若干重くなるが、出力向上により、時速 0100km 加速をわずか4.2秒で達成する。専用の18インチアルミホイール、レザーシート、スポーツエクゾースト、強化ブレーキが特徴的だ。A110S では強烈にスポーティでアルピヌらしい。 ドライビングエクスペリエンスを実現するというカーボンファイバー製、エアロパーツ、リアウィングなど、18インチホイール、オレンジ色のブレーキキャリパー、ブラックのバッジなどにより他モデルとは一線を画している。また、オレンジとブラックのツートンカラーもオプションで用意されているエアロパッケージとオプションのミシュランパイロット、スポーツカップにコネクト、 セミスリックタイヤを装着した A110S の最高速度は時速 275km となる。車載システムもアップグレード。内装は本格的なサーキット走行に対応したものとなっており、アルミペダル、レーシングハーネス対応のサベルト製スポーツシート、マイクルファイバーなどが採用されている。その他の改良点としては中空のアンチロールバー。 ハードコイルスプリング、4mm の車高ダウン、ステアリングホイールなどが挙げられる。ドライブモードは引き続き、ノーマル、スポーツ、トラックの3種類を用意。ローンチコントロールでは、より、レーシングスタイルのサウンドを実現しているという、全車に、スマートフォンを模した、アルピーヌ専用の新しいインフォテインメントシステムが、 搭載されている7.0インチのタッチスクリーンで操作するもので、Bluetooth 接続、Apple CarPlay、Android Auto、音声認識機能を備えている、交通情報や危険情報など、様々なリアルタイムデータを提供するほか、ターボ圧、トランスミッション温度、トルク、パワー、ステアリング角、加速タイムなどを読み取ることができる、テレメトリーインターフェースを採用している。